のは河合です。センターバックの河合、コーナーキックから得点、これが J リーグ初ゴール。高校2年生嬉しい J リーグ初ゴールです。183センチのディフェンダーです。1ミガ2ガで抜けてフリーになってました。